やまた面白しいことやりましょうよ。はい、出てくるわ、マジで。まあ、冗談。平本が来たことすら知らなかったです。本当にもう、なんだろう、あの場にいたくなかったですね。試合前からたくさん盛り上げてくれてありがとう。全部いただきます。平本くんもね、アマチュアシュートからやり直した方がいいよ。そんな甘くないからね、めいめい。それで甘くないからね、待ってよ。いや、待ってよ、アマチュアシュートからやり直した方がいいよ。はい、絶対殺すわ、マジで。まあ、冗談。やり返せる。あいつには負けたくなかった。負けたくなかった。嫌いなのは変わりないですし、試合前にあった憎しみとかっていうのはちょっと薄れたかなってもあるんですけど、まだまだ全然嫌いですよ。山田も強くて、ちょっとしょぼい勝ち方になっちゃったんですけど、朝倉未来、お前がぶっ飛ばされるから俺が普通にぶっ飛ばしたわ。まあ、はい。朝倉未来、首のシワすごくないですか。首のシワ、もうこれ朝倉未来偽物説なの。陰謀論者だったら朝倉未来のとこは陰謀論全然影武者みたいな。そのほどの朝倉未来研究家になるとそういうことも考えちゃいますね。いい試合でした。選手との勝敗ボタンみたいなのがありますけど、惜しいってことですか。かなと思います。かなと思います、多分。ありがとうございます。